さあ、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。おい、これから兵士としての務めを果たしていかねえとな。ああ、お前にとってこの3年間どうだった？楽しかったよ、なんだかんだ言って。まあ確かにきつかったけど、充実した3年間だったよな。そういえばお前、調査兵団に入るんだな。お互いこれからも頑張ろうぜ。おい、俺も負けてられん。兵士として責任を果たせるよう競い合って実力つけていくとしようぜ。ライナー・ブラウン、レベルアップ。みんなの頼れる兄貴分だ。はい。なんとか卒業できた。模擬戦闘試験合格できたのは奇跡だと。なるほどね。僕も調査兵団に入ろうと思ってるんだと。その頭の良さは重宝されるよ。うん。これからも一生懸命頑張んないと。そして、お、おい。私、エレンがどの兵団を選ぼうと、私はエレンと同じ兵団に行く。そういえばあなたも調査兵団を希望してたようだけど。エレンの言葉でこれを決めた。あなたがそう決めたなら私は止めない。どこの兵団に入るにしても大事なのは自分の意志だと思う。そして、あ、いよいよ卒業ですか。いろんなことがありましたねと。10番以内おめでとうと。ありがとうございます。なるほど。卒業後憲兵団に入ったら美味しいご飯がたくさん食べられるでしょうか。そうか、そこか、やっぱり。とりあえずこれで全員話し終わった口かな。ある程度は。もういなさそうなんで、あ、いるわ。教官。うん。ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。いなさそうだね。あと、もうこれ以上は。ベルトルトもさっきいたしね。とりあえず。やったね。ジャンと一番仲がいいという今のところ。さあ。ほう。なんかそれぞれがそれぞれ人、いろんななんかこう、なんだろう、セリフ言ってていいね。そういうの好きなんだよね、なんか結構。その一人一人の生活になんか、注目できるっていうシステム。これはなんだこれ。あ、これなんでもねえ、間違えた。はい。少し話をしないか。なんでしょう。解散式をエレンたちと会った。惜しかったな。お前なら10位以内に入れると思ったんだが。いやいや、そんなことないよ。10位なんて気にしていないよ。そうなの？ 10 位以内なら憲兵団にだって入れたのに。ああ、だがまあ僅差だったんじゃねえか。お前なら上位10人と力量はそんなに変わらんだろう。教官も言ってたが、実戦で使い物になるかどうかは訓練成績の順位だけで測れるもんじゃねえだろうしな。なるほど。憲兵団に入らないって本気なのかエレン。せっかく上位10人に入ったのに。最初から決めてたことだ。俺が訓練してたのは巨人と戦うためなんだからな。死に急ぎ野郎のことはほっとけよマルコ。俺たちには内地での快適な暮らしが待ってるんだからよ。やっとかくっそ息苦しい前線の街から脱出できるぜ。嫌味なやつ。内地に行かなくてもお前の脳内は快適だと思うぞ。おい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 。なんだと。じゃあもうやめろよ。俺が頭のめでたいやつだとそう言ってるんだエレン。違うな。俺は誰よりも現実を見てる。人口の2割以上を失って答えは出たんだ。人類は巨人に勝てない。確かにここまで人類は敗北してきた。それは巨人に対して無知だったからだ。俺たちは何十万の犠牲で得た戦術の発達を放棄しておとなしく巨人の餌になるのか。冗談だろ。得た情報は確実に次の希望につながる。人類はまだ本当に敗北したわけじゃない。
俺は巨人を一匹残らず駆逐してこの狭い壁の中から出る。調査兵団に入ってな。うわ、待ってよエレン。行きたきゃ壁の外でもどこでも行け。俺は絶対憲兵団に入る。はあ、なんか険悪。せっかくの卒業なのにそんななんか空気は良くないと思うなぁ、なんて思っちゃうんですけども。おや、なんかあるぞ。おお、仲間たちもとちゃんと話してたかと。はい、任務の前に装備ぐらいは整えておいたらいいんじゃないかと。青団購買部です。あ、わかりました、行ってみましょうか。これか、兵団購買部。歩いてけと。そうですか、そうですか。へえ。なんかいい装備ねえかな。アイテム、資材、いろいろ買えると。ほい。何を作りたいんだ。装備の開発をするのかいと。なるほど。お。なにこれ、すごい、スピリットブレードとか、そんないろいろあるんだ。耐久度、あ、耐久ないな、きついな、これ。いいけどさ。あ、いろいろある。ええー、面白い。まあ、とりあえず、あ、でも全、なるほどね。ガス圧、スピリットシース。もうちょっと良さげなやつがあるといいな、これ。うん。とりあえずしばらくはこのまま平均的なやつでいいかな。改造もできるんだ。補強。へえ。なるほど。また来てくれよな。はい。これは、資材調達所。買うこともできると。巨人の皮膚片。なるほど。また来てね。はい。とりあえず気になるのが、このちょっとなんだろう。開発でさ、さっきなんだっけ。情報切り替え。必要なものが。あ、これか。配備所特化ってやつが、必要、あ、で、使えるのか。なるほどね。切れ味は上がるけど、多分耐久度か。どうしようかな。とりあえず平均的なこの一式でいこうかな。ひとまず、しばらくのうちは。ですね。特に、変えずに、しばらくは頑張っていこうかなと思います。さて、準備 OK ですな、これで。面白いね。こうやってなんかオリジナルの装備を整えていくっていうのも、こう、これから、ワクワクできる要因かなと。はい。明日はお前も一人前の兵士として任務に当たってもらう。覚悟はできてるか？オフコース。ふん。貴様らが平穏な日常を享受できるのはこれが最後かもしれんぞ。それでもいいんだな。はい。もういいさ、大丈夫。よし、ならば今日はもう休め。あー、そうか。もうついにここまで来てしまったか。というところで次回行きます。お楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。結構普通だね。なんか下手にすげえ回ってたけど。